にちは。こんにちは。レクチャーズのメンバーの音楽カウンセラーのメイコです。今日はようこそ。はい、こちらは京阪くずはにありますミュージックサロンメイコ、私のサロンに皆さんに今日は来ていただいております。はい、サーコさんです。サーコです。今日は癒されに来ました。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではね、今日はミュージックサロンメイコの一番人気の音楽セラピーメニュー、はい、癒しの音楽時間をちょっとご体験いただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあその前にね、少しサロンのご紹介をさせていただきたいなと思います。はい、お願いします。はい、じゃあまずね、やっぱりこれがなくては始まらないということで、グランドピアノを用意しています。ちょっと鍵盤も年季が入っているんですけど もう今はね、取れなくなった増減の鍵盤なんで、ちょっとね、色もついちゃってるんですけれども、こんな感じでグランドピアノの生演奏もお届けしています。はい、そしてこちらですね、 CD がたくさんダダーンと並んでおります。こちらね、ジャンルはクラシック、ジャズ、そしてね、私がちっちゃい頃から慣れ親しんでいるような CD がこちらですね、並んでますね。ね、皆さんも懐かしいんじゃないかな、ユーミンとかスマップとか平松恵里とかもありますよ。すごい、聖子ちゃんもある。バラエティ豊かに、ね、音楽ね、何でも好きなんでね、いろいろあります。まあ、こんなお部屋でね、音楽セラピー皆さんにリフレッシュ、リラックス、あとはストレスメンテナンスで、それですよ。はい、皆さんに楽しんでいただいております。はい、サコさん、日頃ねストレス溜まることとかありますよね。あります。はい、ありますよね。はい、であと皆さんと会ったりするとき、ね、お友達に会ったりとか、もうお友達はないかな、ちょっと目上の人に会ったりするときとか、ちょっと緊張したりとかってありますよね。そういうときに、はじめまして、サーコですっていうときに想像してください。じゃあ実際言ってみてください。はい、初めまして、サーコです。どこに力入ってますか？お肩と手にも力入ってるし、目にも力入ってる。それなんですよ。やっぱりどっかで人間関係って、プラスな環境にいてもやっぱり力が入っちゃったり、ね、かっこよく見せようとかそういうのも含めて、どっかにストレスってかかってて当たり前なもんなんですね。なので皆さんには今日は、私も別に悩みもないしストレスもないしと思ってる人も絶対どっかに何かあるんで、そのリフレッシュ、リラックスを体験していただいて、はいはい、楽しいお時間を過ごしていただきたいなと思います。ためになります。今日は、ね、はい、癒しの、ね、お時間ですね。ちょっと真面目バージョンをやりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではね、音楽を聴いてリフレッシュをしましょうというプラス、自然療法も取り入れましょうということで、はい、こちら、ハーブティー、そしてアロマオイルご用意しています。こういったものもね、どんどん取り入れて自然の効果を味わって、相乗効果。体にもいいですね。相乗効果が大事ですね。すごい。美味しそう。では今日は、はい、何やったかな、カモミール。カモミールですって。じゃあいただきます。癒しのリラックスのカモミール。いただきますね。失礼します。すごいですか、お味美味しいです。美味しい。ちょっと癖あるかなと思ったんだけど、飲んでるとなんかふわんと、何やろこれ。これね、子供さんでも飲んでも大丈夫な。ああ、そうなんだ。お味の。ねえ、私もハーブ系あんまりね、強くないんやけど。これは大丈夫でしょ。いける、うん、いける。はい。はい。で、合わせまして、はい、アロマオイル。今日は今ね、動画撮影をしていただいています。はい、チカちゃん。はい、アロマのチカ先生に選んでいただきました。はい、今日はクラリセージを、はい、選んでみました。はい、ね、リラックスのアロマね、一つチカ先生
チョイスしてとお願いしたら、こちらで選んでくださったんですけれども、ちか先生、クラリセージなんで選んでくださったの？あ、深い眠りにもうつけるような感じですので、リラックス、究極のリラックス、はい、究極のもう不眠症も治るぐらいな感じですので、はい、で女性ホルモンの代わりの働きもしますので、はい、すごくね、女性の特有の症状にもすごく効果的です。私にぴったり皆さんにもきっとぴったりだと思います、うん、というわけで、ね、このフラリセージをね、はい、ちょっと垂らして香りながら今日はリラックスしてほしいなと思います。ちょっとシソっぽい香り、そうですね、あの青リンゴのような自然の、ほんと自然の、うん、ね、すごい私は大好きな香りですけど、うん、いい香りですね、うん、どうしよう。もうやばい、ね、大丈夫です。はい、ね、これをね、嗅ぎながら、まず呼吸法からやっていきたいと思います。
くり目を開けてください。おはようございます。おはようございます。このままならね、ちょっとぼーっとしてると思うので、うん、今からちょっと目をパチッと開けたいと思います。はい、今どう？耳引っ張ってみてください。耳を？耳、痛気持ちいいぐらい引っ張ってください。うん、で、周りの景色見てください。あ、違っちゃう。いつもより物がはっきり見えません。見えます。見えます。ね、色が色もはっきり、輪郭もいつもよりしっかりしてますね。うん、してる。いや、来た時と全然違うでしょ。これがサーコさんの本当の目の力です。いつもはね、パソコンしたりスマホしたりとかで目が疲れてるの、うんうん、これが本当のサーコさんの疲れが取れた時の健康な状態はこんなにしっかりと、うん、すごい、この差はすごいでしょ。びっくりした。で、なんかすごい気分が、なんだろうこれ、シャキッとしてるっていうか。そうなの。サコさんは多分音楽セラピーが合うタイプの方じゃないかなと思います。みんな合うと思うけど本当にものすごく気持ちよかったし、いや、足の上に寝てたし。いびきかいてませんでした。大丈夫です。でもね、書く人いるの。そうでしょうね。書く人がいたら私は惜しかったと思ってます。いや、でも私成功で、でも私入った、思いっきり落ちちゃいました。というわけで、今日はサーコさんにミュージックサロンメイコの一番人気の音楽セラピーの癒しの音楽時間を体験していただきました。お幸せでした。また来たいと思います。はい、ありがとうございました。撮影のちかちゃんもありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。